チャド・エドワード・ゴダーンは、アメリカ合衆国ルイジアナ州ニューオーリンズ出身の、プロ野球選手。宇藤右打ち、フリーエージェント。2001年の MLB ドラフトで、タンパベイデビルレイズから34巡目で指名され、入団。2003年8月1日にメジャーデビュー。2004年12月12日にケビン・キャッシュとのトレードで、トロント・ブルージェイズへ移籍。 2005年12月2日にトレードで、オークランドアスレチックスへ移籍。2006年2006年は、リリーフ投手として、自己最多の55試合に登板。2007年は、エステバン・ロアイザの故障に伴い先発投手として、開幕を迎えた。先発ローテションに定着し、リーグ最多タイの34試合に先発。ダン・ヘーレン、ジョー・ブラントンと共に、 ティム・ハドソン、マーク・マルダー、バリー・ジトに代わる、新たなビッグ3を形成。2008年7月10日、2008年7月8日に、ショーン・ギャラガー、マット・マートン、エリック・パターソンとのトレードで、リッチ、ハーデンと共にシカゴ・カブスへ移籍。2009年7月21日、2009年4月2日に、FA となった。4月12日にサンディエゴ・パドレスとマイナー契約。 本人によると11球団からオファーがあったが、パドレスが先発投手としての最良の機会を与えてくれたからだという。トリプル A 級ポートランドで2試合に先発登板し、4月28日に先発投手としてメジャーシーズン初登板を果たした。8月6日に金銭もしくは後日発表選手との交換トレードでニューヨークヤンキースへ移籍した。 2010年3月25日に FA となった。3月28日にフルスのアスレチックスと1年70万ドルで契約。しかし5月17日に DFA となり、5月21日に再び FA となった。5月26日に再びヤンキースと契約を結んだ。11月2日に40人枠から外れ。 FA となり、12月17日にワシントンナショナルズとマイナー契約を結んだ。2011年4月2日、2011年7月21日に FA となった。8月5日にトロントブルージェイズとマイナー契約を結んだ。11月2日に FA となった。2012年4月14日、2012年1月4日にマイアミマーリンズとマイナー契約を結んだ。 10月29日に FA となった。12月13日にサンフランシスコジャイアンツとマイナー契約を結んだ。2013年10月31日に FA となった。2014年1月21日にフィラデルフィアフィリーズとマイナー契約を結んだが、身体検査で異常が見つかり2月13日に放出された。 2015年2月25日にロサンゼルスドジャースとマイナー契約を結ぶが首の神経痛により当番なく FA となる。2016年2月18日にメキシカンリーグのプエブラ・パロッツと契約。2017年2月21日にトレードでモンクローバスティーラーズに移籍。2018年4月16日に FA となった。 5月6日にユカタンライオンズと契約。2019年4月27日にユカタンライオンズと再契約。ありがとうございます。